アキオ、なんや遅いやんか。何レディーを待たせてんねん。いきなり怒られた。まあええわ。実はあんたを呼んだんは他でもない。バル様を呼び出して冒険に誘ってほしいんや。あんたならできるやろ。バー様？誰それ？バル様よ。バル様。リアナの末裔、蒼天のバルムンクのことに決まっとるやろ。うちな、あの人のことをもっとよう知りたいね。あれ、サクはエンデュランスのファンじゃなかったっけ？一番はもちろんエン様よ。けど滑り止めも確保しとかなあかんねん。ほな、うちは先にエリアで待っとるで。よろしゅう頼むで。仕方ない。バルムンクを誘ってくか。カオスゲートからエリアに行こう。バルムンク、急に誘ってごめんな。わがままな頼み事をされちゃって。バル様、今日はよろしゅうな。こちらこそよろしく頼む。エン様も最高やけど、バル様も最高やわ。やっぱええ男は間近で見るに限るで。羽毛も柔らかそうでモフモフしたなるわ。たまらん。よからぬことを考えてそうだな。バル様、うちレベル低いって弱いね。せやからバル様の後ろからついてって。ああ、構わないが。え、サク、それでいいのか？し、死の子の言わんと、さっさと行きや。バル様の凛々しいお姿を堪能するには、後ろから観察するのが一番やで。サウィー、提案がある。オッケー。幽霊戦。お前らしい。
きよ。頼みだ。大丈夫だ。トキオの方はどうだ。あ、俺はトキオはどうでもええねん。
キリンだ。行くぞ。はい。
天の剣を見よ。よくやった。まずまずだな。さすがやわ。バルサムにかかったらあんな雑魚ペペペのペーやで。バルサム最高。俺も一応頑張ったんだけどって聞いてないみたいだな。なあバルサマ、バルサマは今周りに気になる人とかはおらへんの？ん？周りで気になる？うん、そうだな。それはやはりカイトだな。カイト？そんな女おったかいな。カイト、カイト、カイト？あのカイトか？せやかてカイトは男？あいつには見習うべきところが多い。タンデムシートに招待したのもあいつが初めてだ。トキオ、タンデムってなんや？シーツ？一緒に乗るってことだよ。なんやって？シーツに一緒に入るっちゅうことか？互いに乗り合うという例えなんか？バル様がそっちのお人やったなんて。あ、バイクに一緒に乗るってことだよって聞いてないね、やっぱり。そんな、そんな。それはそれでいけるかもしれんわ。何かよからぬことを企んでそうだな。とりあえず片付いたみたいだし、タウンに戻ろう。当然だ。バル様、めっちゃ残念やけど、バル様がそういうお人なら無理強いはせえへん。うちが冒険に誘うんはこれきりや。あ、でも羽毛は触らせてや。ほなな。あの子は一体どうしたんだ？
でもないよ。そうか、ならいいが、またぜひ呼んでくれ。では。なんか勘違いしたままだけど、まあいいか。グランホエールに戻ろう。
まずはマクアヌのカオスゲートに行こう。